皆さんこんにちは。こんにちは。毎週水曜日はプラスエコの日。今日は四目ばら寿司です。はい、今日はごぼうとれんこん、人参、干し椎茸を甘辛く炊いてばら寿司を作ります。4つの具材で作る四目煮を作り置きしておくと便利なんです。ぜひご覧ください。テキストは40ページ41ページです。四目ばら寿司ご紹介します。では小寺先生お願いします。はい、お願いします。まず干し椎茸ですね。干し椎茸は4枚 20g を水2カップにつけて戻しておきます。で、戻し汁は後で使うので取り置いてください。はい、こうやって汁気を切って切っていきますね。で、まず軸を切り落として、で、これで薄切りにしてください。はい、はい、このように薄切りにしていきます。はい、はい、そしてそれぞれの具材です。ごぼうとれんこんは 150g ずつ、はい、そして人参は 100g 使っています。はい、で、ごぼうは皮をきれいに洗ってささがきにしてください。で、れんこんはいちょう切りですね。まあ、これぐらいの大きさのものだったらいちょう切りでいいです。大きかったらちょっと小さめにこれぐらいに合わせて切ってください。それから人参は2ミリの厚さの短冊切りで、椎茸は先ほどの切り方で結構です。はい、はい、では火の方に参りましょう。お鍋の中に椎茸の戻し汁が入っています。ではここにお酒ですね。大さじ3です。はい、そしてお砂糖大さじ1と2分の1です。はい、これを入れて、で、干し椎茸ですね。はい、これを入れて、あとごぼうも入れます。ごぼうも入れて、で、これで強火にかけます。強火にかけて、で、これで沸騰してきたらアクを除いて弱火で5分ほど煮てください。5分ほど煮たものがこちらにあります。はい、で、これもう5分煮ていますので、ここで今からお醤油を入れます。大さじ3です。はい、で、お醤油を入れたら人参ですね。はい、人参を入れて、それからレンコンです。レンコンも入れます。今日のポイントはこの時間差で入れるということですね。先にごぼうと干し椎茸を煮て、で、ちょっと味を入れてからレンコンと人参を入れます。そうすることによって煮上がった時にレンコンの食感がまあ残るんですね。で、この時間差にするのが今日のポイントです。で、これを入れて、で、さっと混ぜて、で、ここからは強めの中火で汁気が半分ぐらいになるまで煮てください。はい、汁気が半分くらいになったものが隣にあります。はい、で、これぐらいちょっともう汁気が半分ぐらいになっていますので、そしたらここでみりんですね。小さじ2です。はい、みりんを入れると、まあ、照りも出ますし、まあ、甘みも少し加わります。そしてこれ今お酢ですね。小さじ1です。はい、お酢はちょっと味を引き締めます。味がキュッと濃くなりますので、お酢を入れて、で、これで煮汁が少し残って照りが出るぐらいまでさらに煮てください。照りが出るまで煮たものが隣にあります。はい、このようにもう照りが出て汁気ももうギュッと押したらちょっと染み出すぐらい、これぐらいになったらさっとひと混ぜしてバットに出します。はい、ね、こうして照り照りとして美味しそうに煮上がってますよね。はい、いい香りですね。はい、で、これでバットに移して粗熱を取りましょう。こうやって広げて粗熱を取ります。そして清潔な保存瓶に入れたものがこちらです。はい、この保存瓶に入れるときは冷ましてから入れてくださいね。で、ここが今日のプラスエコです。こうやってまとめてお野菜買ってきたら切って、で、これで四目煮を作っておいたら冷蔵庫で10日ほど保存が可能です。こうやっておきましょう。はい、はい、ではこの四目煮を使ってばら寿司作りです。温かいご飯1合分です。はい、じゃあこの1合分のご飯にすし酢ですね。酢大さじ1と2分の1、あと塩が小さじ3分の1、砂糖小さじ2分の1を混ぜ合わせたすし酢を入れて、で、これで切るように混ぜていきます。はい、で、こうして切るように混ぜていきましょう。はい、で、すし酢が、まあ、全体的に行き渡ったら、はい、煎り白ごま小さじ1、
それからちりめんじゃこ 10g です。はい、でちりめんじゃこを入れて、で先ほどの四目煮ですね、これ1カップあります。まあまあたっぷり入っています。具沢山のバラ寿司になりますね、うん、そうですね、これぐらいたっぷり入れると美味しいと思います。でこれがまあ、まんべんなく合わさるようにこうして切るようにしてさっくり混ぜ合わせてください。はい、はい、ではこれを器に盛り付けました。はい、このように混ぜ合わせたものをお皿に盛って、でこれ錦糸卵ですね、これ作っておきましたので、これはもう適量、もし錦糸卵を作るのが苦手とかだったら炒り卵とかでも構いませんから、こうしてふわっと盛って、はい、これで出来上がりです。では材料のおさらいです。材料はこちらです。詳しくはテキストまたは CBC キューピー3分クッキングのホームページをご覧ください。今日の四目煮ですけど、バラ寿司はもちろん卵焼きに入れてもいいですし、鶏ひき肉と混ぜてつくねにして四目つくねっていうのも美味しいですよ。いろいろと使えて便利ですね、はい、ぜひお試しください。今日は四目バラ寿司をご紹介しました。